1950年生まれ、二代河瀬竹春の長男。1968年、祖父と父に指示。古党の政治を基調としながらも、独自の造形と、成長な悠長による品格の高い作品。天聖から静かなる青江の政治の世界を展開されている河瀬忍氏。 中国当時を学んできた家業から継承した技術的基盤と作家自身の感性との合わさりから生まれる繊細な作品群。薄くシャープな政治で有名な作者ですが、本作は白章と呼ばれるシリーズ。間もなく花開く蕾のように丸みを帯びた形の土面に濃厚で厚みのある雪のような白釉がかけられ、 日本情緒あふれる景色が生まれました。暑さ極まる季節、涼しい季節を思い出す手配で、一本いかがでしょう